あー、これが下手なんだこいつ。さあ、ということで本日のゲスト、そいつどいつ市川刺身です。ありがとうございました。余裕余裕余裕でしたか。余裕でした。いや、もういろいろやってくれて、いやいや本当に申し訳ないね。もうなんかジャンルがちょっとつけられないぐらいの怠慢というか。いやだって即興コントもやったもんね。即興コントもね。まあね、新ネタ用意してくれて、それに参加させてもらうって。おお、いやいや嬉しかったね。普段のライブでもないじゃん。ユニットライブやってるけどさ。確かに確かにそうだね。その何、シャッフルでコントみたいな。シャッフルでコントみたいなないね。いやー、そう考えたら出会って10年経って。本当だよ、嬉しいね。だって前はレインボーの池ちゃん同期で来てくれましたってやったけど、それよりか、うん、もっと古い付き合いだと思う。確かに。市川は、池田は何、そのなんかバイト先一緒だったってこと。バイト先、あ、でもね、あれなんでだったかな。まあ、あのライブで、吉本のライブで一緒になって、で厳密に言うと俺がバイト辞めるときに、あ、入れ替わりみたいな、紹介したの。あ、そうなんだ。けどそれはまあプロになってからじゃん、出会った。うちらはさ、養成所の頃に出会ってるじゃん。いや、そう、吉本と人力車だけど、対抗戦でね。そう、対抗戦、シグマでね。いや、よく覚えてるね。シグマっていう対抗戦があって、初めてその他校と戦うってなった時に、その吉本の劇場にね、お邪魔させてもらって。そう神保町か、神保町花月。そう、うん、で、うちらさ、うん、その勝手にさ、うん、吉本の人イコールもうイケイケで、うん、ちょっともう怖いっていうイメージで、人力車の人たちはもう結構シャイでちょっと暗い。確かになんか装飾系多いよね。そうそうそう、なんか人たちばっかだから本当に怯えながら行って、で全然そんなことないんだけど、もうみんな明るく和気あいあいな感じが、まあちょっとうちらにはない。誰もいないよな、うちらにはそんな明るいやつ。職人っぽいもんね、あのジェシエの人たち。いいように言うとね。そう、だからちょっと怖がってた部分あったんだけど、その対抗戦終わった後に、うん、当時の市川と、うん、あとレインボーのジャンボ、あ、そうだ、ね、が、うん、うちらの方に来てくれて、うん、いや面白かったよ、よかったらさ、この後飲み行こうよって誘ってくれてさ、うん、うわ、人間的にも負けてんじゃん。いやいや、そんな対抗戦で吉本の圧勝だったの確か。あ、いや、俺らだけ負けてた。負けたんだっけ。俺らだけ桜エビに負けた。あ、そっか、うちらも負けて別の人にね。で、うわ、やっぱ吉本って面白いなっていうのプラス、あ、こんなに器もでかくて、勝手に尖ってる、養成所イコール尖ってるとか思ってたけど、全然そんなことないんだって思って。あ、なんかその人間としての器でけえみたいな。そんなに思った。思ったマジで。そう、優しいみたいな。そっからだからね。いや、そうだね。いやー、だから本当にさ、もう変な話だけど、養成所でこう会って、で俺的にはこう面識持ってって、ただやっぱさ、吉本外ライブみたいな なかったから、なんか今は結構一緒にとかあるけど、ね、当時はもうほんとすっごい上まで行かないと一緒にならないみたいなとか、それこそ池田とかはさ、早かったからさ、多分一緒になるのとか早かったと思うけど、だから俺的にはなんかもう本当に多分 1,2,3 年目ぐらいの時全然会ってないんだよね。会ってない、多分もう。で、本当風の噂で当時ね、うん、さすらいフードバラエティ、あ、そうそうそう、よく覚えてる。もちろんもちろんコンビで、で、あれ市川元気してんのかなとか思ってて、そしたらまあ解散しちゃったらしいよみたいな。そうそうそう、まあ、大丈夫なのかなと思ってたら、そいつどいつくんでね。そうだね、そっから。いや、本当によく頑張ったよな。終わっててもおかしくなかった。マジでそう、マジで、いや、だからもうめっちゃ羨ましく、羨ましくっていうか、すげえっつって見てた、トンツカタンが、あの、いやいや、面白そう出て、そうだね、こんなに早いことってあるんだとか思ってびっくりして、いやいや、俺もあれはなんかこう順番だからとか思ってた、なんか自分の中で。なるほどね。で、思ってて、もう、うわ、こんなもん早く出たと思ってさ、で、チャップリン、日曜チャップリン、信じられないぐらい出てたじゃん、なんかめっちゃ出た、めちゃくちゃ出てたじゃん、めっちゃ出てる、うん、で、それでいて、お笑いハーベストっていう大会優勝して、あったね。で、もうどうなっちゃうのと思ってさ、そう、だから俺的には、だから今そいつどいつ組んだのが3年目の時とかだから、
でもそっか3年目そうだから一緒にだからこうなんかできるかすげえ嬉しくてやっぱ確かにねもうめちゃくちゃやっぱもうかかったなかかった時間かかったマジで一筋縄じゃいかなすぎるだろお笑いかいやいやもう大変だね本当に難しいだからやっぱだいぶひねくれたねひねくれたってひねくれたっていうかなんかそのやりすぎるようになっちゃっただから今日のもそうだけどなんかもう本当にその最後だと思ってやってるからいつも明日お笑いやめてもいいぐらいそうあとそのなんかあのまあカッコつけるわけじゃないけど、うん、まだまだ夢の途中だから俺いやもちろんそうだから今はあんまり面白くないかもしれないけどいや全然そのあのダメだった時だとしてもこう全力でやるっていうのを決めてるからさうわそれは感じるなそうなんか そこのがねやっぱちょっとだから今日悪い方に浮かんじゃった感じはあったけど全然そんなことあなんかその、うん、そんな感じ手応えのいやいや、うん、結構ミスったなっていうのはだいぶあじゃあ全然違うと思うわみんなとあマジで、うん、いやもう本当になんだろうタイマン森本も結構だいぶめっちゃ見てきたからさなんか傾向と対策じゃないけどあいや確かに回を追うごとにさ、うん、なんかもうこれやろうと思ってたのにみたいなのがさ封じられたりとかするでしょそうそうよ吉住ちゃんとかのさ、うん、ボケたくないですみたいなとかおおとか思って、うん、なるほどねあそっかそっちもで大水さんとかの、うん、なんかこうなんかくつろぎ出しちゃうとかそうそうそう、ね、パターンが結構さそう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 こう言ってった時にはどうしようと思って、うん、で基本的にさ俺結構そのなんつうのボケが軽いからさ俺そんなことないけどね本当になんだろうね、うん、野球とかでいくとこう、うん、ホームランバッターっていうよりかは、うん、本当に誰でも打てるライト前ヒットを、うん、なんかすごい感じで言うみたいな、うん、あのその手法でやってんのよホームランぐらいのスイングってことそうホームランぐらいのスイングでもうライト前ヒットをこうやってやってるっていうなんかそのいやすごいヒット打つだけでも大変なんだからその振り幅でみんな、うん、そのちょっとおいいねとか言ってくれる時が多いから基本的にさだからホームラン打てないのよ、うん、じゃあ、まあ、軽ボケとか、うん、あなんかそのそういうのとか少し考えてたら、うんそれこそもう日にちがあれになっちゃいますけど、うん、今日ね、うん、台湾森本にあるからっつって、うん、ライブ終わってこう荷物を持ってね、うん、こうやって移動してた時に、はい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 、今日台湾森本のでアップされた動画があって、うん、あそうだね、うん、令和ロマンの車ちゃんだったの、うん、はいはいはい車ちゃんが、うん、あの壁に文字書こうとするっていうあったあったあったやつやってて、うんなんかあそこの台湾森本のこれ書いてありますよねみたいな、うん、ほらちょっと考えてたから嘘だからやっべーと思って慌ててあのフリップにしていいともの方に切り替えてなるほどねそうだからねあのペンとかそうだったペンとかもあーと思ってああやばいやばい見といてよかったと思ってしかもな同じ吉本の後輩ってそうめちゃくちゃ後輩だからだ、ね、で4年5年ぐらい後輩のさ、ね、ボケパクったとかさやばい、うん、そうだ確かに今後そういうこともしかしたらあるかもしれないけどそれはその収録とのラグとかでたまたま被っちゃうことがあるよっていうことだねそう、うん、それはまあしょうがないけどなんかそのなんかさ自分が見た時めっちゃショック、うんうん、これでもし台湾森本さこのボケやってさもう森本ちゃんはさなんかいやもうそこになんかこうテロップで入るけどとかそういうのもバーンとかって突っ込んでくれてそう、ねそうね、で帰りに仕事したぜって家で動画見てやってるとかだったらマジでやばい順番によっては本当に傷ついちゃうそ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 うあの時森本初見のリアクションしてくれてたなしてくれてたんだってそれも傷ついちゃうからねそれも怖いからやばーと思ってだ軽いボケだとありえるのよそのあ車ちゃんのが軽いボケじゃないんだけどいや全然軽くないよあれそのなんかさなんだろうなそのなんとなく寝ながら見てて少し思いつかないでもないというか、うんうん、めっちゃ見てるボケじゃん、うん、あれって、うんうんうん、そうねめっちゃ見てるボケ、うん、見てくれてるからこそ思いつくやつ、ね、見てるからボケっていうののラインって結構やっぱかぶりやすいラインがあったから、うんうんね、危険だった本当にそうだな、うん、だから今日これだからその動画で使われてるか分かんないけど、うんうん、ドアガチャガチャガチャってやったので、はい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 俺もう本当にさ、なんかなんだろう、いろいろ傾向対策練ってきたけど、いざやるってなった時に、なんだろうな、うん、こう感覚でやりだしちゃう時が あるっていうか、その振り落ちとか、そういうのを全く考えず、なんか変なことをとりあえずしちゃうみたいな、それのスイッチがちょっとだけ入っちゃって、
もうほんと初手よ、うん、ドアガンガンガンってやったじゃん、うん、あれ入ってこないっていうボケをやろうとしちゃったの、はいはいはい、これ多分国崎さんやってた危なーと思って勘違いめじゃん危なーと思ってあ開けた方がいいって言ったから、うんうん、すまん開けてもらっていいっつって、うん、荷物があるからですの顔してこうやって違ったんだあれ違う全然違う巧妙だよね全然分かんなかったもんいやだから本当に開けてほしいんだと思ってたもん全然そんなわけないだってあれで電車乗ってきたんだから開けられるの決まってるあれあんなそりゃそうだろそりゃそうかおかしいよ 急にあそこでじゃあお前どうやって来たんだってなるじゃん危ねえと思って修正うわそっか修正修正だったもん今日はだからすごいわそれを一切感じさせないってのもすごいしいやだからもうこれ今日だからこれで もし見たら、うん、もう見てる人がこう対話森本のそこのところとかを、うん、こいつがめちゃくちゃ焦ってるのとかそうだね確かに答え合わせなるね答え合わせの紙とかもさ、うん、紙で貼ってっつってさ、うん、この要は普通だったらさ、うん、その時考えてたんだったらなんかちゃんとした紙一枚そのあのフリップを破いたやつでやりだすってなんか荒くないって思うじゃん確かにだからそれはだから生き品であやべえってなってってことだからそっかあれ全部急遽だからのやつなんだそう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 あまあまあなんかちょっとだけ急遽にしてはさあれで貼っといてって言って、うんうんでいいともかっていうのを予想してたっていうところまで、うん、こう奥行きのあるさ、うん、ボケになってるじゃん あれも全部急遽ってこといや、ツッコミ予想するは、うん、先にあったでもそれを変えたわけでしょ文言をそう先にあったんだけど、うん、文言をどうしようかとかで、うん、まあまあまず、まあ、余裕じゃねえだろうとか、うん、これは絶対に言ってくれるから信頼度的にね、はいはいはい、あの付き合い的に、うん、俺が余裕やって余裕じゃねえだろうは、うん、絶対やってくれるから、うんうんうん、これの説明はこれでできるなと思ってたのなるほどねそれは思ってたけど、うん、後のどうするかっていうので、うん、ネタのやつなので、はいはいはい、組み立てたりとかしてる時に、はいはいはい、でもその時ぐらいとかに動画をこう見て、うん、あやってと思ってで急遽そうでしたんそうでツッコミ予想するのは、うん、その前のライブで会った時にもうちょっとこれもう恥ずかしいからもう全部 うん、言いますけど、はいはい、もうそのなんか男性ブランコさんとか、はい、やさしーずさんサンシャインさんとかがライブ一緒だったの、はい、そのユニットコントので、はいはいはい、まあ俺はネタやるだけだったんだけど、はいはい、そこでいてさちょっと危険だからさ、うん、試しとこうと思って今のボケとかをさちょっともうその見てもらってちょっと見てもらってっていうか、うん、急にその場でやってえどうやってやったの男性ブランコさんとか男性ブランコいわゆるコント犬のメンバーでしょそうコント犬コント犬でユニットコント、うん、コント犬っていうメンバーで、うん、まあそのネタ書いてるメンバーで、うんうん、コント犬っていうユニットコントやってるんですやってんだよねで書いてない側の方が今回ゲストっていうので、うん、コンビネタをやるっていう、うん、そうかそうかで来ててでユニットコントをやってる間、うん、待ち時間があるから、うんで男性ブランコの浦井さんとやさしーずの佐伯さんとサンシャインの信京さんと俺がとりあえずなんかその間は空き時間みたいなそうだ、ね、30分ぐらいあったから、うん、ちょっとこれボケ見といてもらうかと思って、うん、どうやってやったのいやだから一応なんかちょっとあの袖なしのとか、うん、私汗かいたなっつって言って来て、うん、ふわっつっていや何その服みたいなあちょっとすいませんやっぱ袖ないから寒いっすねと、うんいやまた袖ないじゃんみたいなのとか全部やってそれさどうしたって言われないいや何してんの何してんのみたいになって急に始めたんでしょそうそうそう急に始めたで急に始めて急に始めてであいやこの後タイマン森本っていう森本ちゃんが100個突っ込むまで出れないっていうやつがあるんでそれやっぱちょっとネタ叩きたいなと思ってなんて言われたそれ先輩方でしょだってほぼいやでももうさもうだから、うんな慣れてるから多分、うんうん、その先輩たちがそうかそうかなるほどねって言うそうきたかぐらいだっておかしいだってそれで有楽町でネタでやるのにさ、うんうん、ネタで私服とさ、うん、女の子のコントだったの今日やるのはね、うん、俺がやるのはでっけえヨギボ担いでこうやってきてさそれ何そうかそうかこれは入らないっていうやつねっつってこうやってずっとこうもうそれもやったやったそれもやったんだやったよもうやってるよそれはもちろんそれはで、うん、そのライブのエンディングっつって、ゲストで出てくれた相方たちどうぞっていう時に、うんうん、とりあえずだからあの袖なしで出てってお客さんの前に出てって、うん、何してんだみたいな言って寒いですっつって、うん、だからそれもやってえ客前でも試した客前でもやったやったよやったやっ やったもちろんいや普通客前が本番なのよ客前で試さない客前で試して対マンで勝負だよそれだろそれしかないのよもう本当に
手は抜かないから俺絶対に決めてんだ本当に本当にキングオブコントの T シャツ着て、うん、羽織着てさ、うん、入ってきたじゃん最初に、うん、あれも2回目のエンディングでやってっからあれもやってるあれもバッチリかましてるあれかましてんだかましてるももちゃんとかやっぱすごいなと思ったやっぱなんかそのあんただよすごいいやいやそのあの文句なんか突っぱねないようにするとかすごいだからこっちがやりやすいですよねなんかそのミスってもいいんだみたいな感じの最後の何がミスか分かんないからさだからなんか一応自分の中の教科書はあるのよ自分の中の教科書は別にこっちからしたらノーミスというか、うん、だってさ、うん、ケバブ屋の時にさスキニーパンツに履き替えてさ、うんうん、ボケのためのスキニーパンツだけどさ、うんうん、じゃあもっと前から履いとけやって思うわけ俺はあなんか、はい、そうか着替えの時間とかもさめんどくさかったじゃんなんかスキニーパンツで、うん、スキニーパンツ履き替えてスキニーパンツのボケやるのってめちゃくちゃ恥ずかしいじゃんなんか、まあね、わかるよだからもうミスったと思ってそこはでもそことかは市川がさいきなり初手スキニーパンツで入ってきたら、うん、多分言ってたもんああやっぱ、うん、もう病気だもんねなんでもう森もっちゃ病気だもんだってもう何でも古川くんとかの時もなんかもう関係ねえのに突っ込んでたよなんかああいうのとか見てたらやっぱ古川くんがちょっと予定のあれとちょっとミスった時とかもなんかこうだったんだろうなとか言ってその先のやつも言って本当にあったねあったね確かにね久しくいないよだからそのスタイルはもう俺やっぱ同期のうん、同期っつってもまあトンツカタンとか、うんまあ、まあ大阪とかもいるけどそうだ、ねまあ、あんまりでももういないからさなんか同期ぐらいとかのがあんまりいないからあれだけどさ、うん、でもやっぱ同期で一番あのツッコミはやっぱ嘘嬉しい、うん、すごい本当にもっと評価されていいと思う、俺が嬉しいちょっと前に評価されすぎちゃったなんかなんか時期が悪いなんか出るのがちょっと早すぎて早すぎたなんか前からいる人っぽくなっちゃってあでもそれちょっとあるなんかそうニューカマーだったらもう俺すごいと思うよもうだから本当にタイマン森本でだからもうドカンと行こうよこっからいやドカンと行きたいよね上げてってさあ定期的に出てよちかあ定期的にタイマン森本、うん、出る出る全然出るなんだ今のちょっと不安にさせる間は何今のいや出なそうだったね今そう出なそうあ出たく結局出たくないんかいっていうやつかな出たくないんかいってやつかなんて思ったら出るんかい裏の裏でもうボケてないんだよ俺もしかも出てようで反射でさ今こうやってやったもんね答える前に体が先に反応してたもん出る出るみたいな奇妙だったよさっき一連の流れがなんか本当に見直したいもん反射が出る出る何怖いうわいいねやっぱ面白い今度やる時のだけ、うん、今度出るとしたらので、うん、あのもう一個やろうと思ってた展望があったから、うん、それだけそうそうそう、うん、今回は一応ヨギボーが書くやった、うん、俺の中ではヨギボーで通そうと思ったんだろうねヨギボーいけることヨギボー一本勝負、はい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 、その予定だったんだけど、はい、ただもうあダメだうん、でヨギボーでもう100いって、うん、いっぱい持ってきたように使わないで帰るが理想だったいい、ね、理想だったかっこいい、うん、なんかこいつあれで剛腕みたいな感じでさ剛腕、ね、みたいなちょっと話題になりそうだもんねそう、うん、あいつなんかすげえぞみたいな、うん、ヨギボー1個でもう本当にすごい面白い人だったらそれでいけると思うんだけど入っちゃうっていうのがあったからだから今回はヨギボーでが格だったんですけど、うん、ちょっとダメだったんで、うん、ちょっと次回もしタイマン森本、うん出させてもらうとしたら、うん、めっちゃ俺が面接来るからもう全面接で行こうもう全部面接コントで行こう面接コントであの森本ちゃんが面接官で、うん、次の方どうぞで、うん、俺もうだからああなるほどねもうそれだけで100まで行くわ
もうこれは意外となかったね。最初からコント設定で、もうコント設定で次の方どうぞでガチャってもう入ってくる、もうガチャって入ってきて、うん、だって扉が開くのがあれだから、だからもう本当にもうそこの間の会話は俺もう一切、今日はいっぱい楽しくて喋っちゃったんだけど、なんか今のはこれあれだったねとか笑っちゃったりとかしたけど、もうそう一切降りずに、一切笑ったりとかしないで、オッケーオッケー、もうガチャっつって、タイマン森本のスタイルでガチャっつって入ってきたら、うん、もう、なんとかから来ましたっつってやって、うん、でもうちょっと少しもうスーって行って、うん、もう着替えるから、うん、着替えてる間なんか変なやつだったなとか、もう乗っかってもらって、ああなるほど、もう何人か分やるってこと、もう何人か分やる、もう、あーなるほど、ね、もう全部いいね、もうそのスタイルで行くって決めてる、だからあそれはなんか2回目ならではだね。そうそうそう、1回目はちょっと自己紹介的にこれ出て、うん、1回目はやっぱちょっと喋ってしまった、やっぱもうそこがやっぱ、ね、そうだね、やっぱ喋っちゃうもんな、うちはな、喋っちゃうよ本当に。海浜幕張から1時間ぐらいしりとりやって書いてた幕張でね、ユニットライブやってるから、 るから、うん、あれが一番楽しいからな、うんうん、楽しいよ、ありがとういや、ありがとう、本当、いや、ありがとう、結構夜遅くまでやっていただいてありがとうございます、いや本当に嬉しい、本当に、じゃあちょっとまた呼ばせてください、はい、あの、のぶきよさんに説教だけしといて電話するっつっただろうって電話する本当に、増田さんにだけ本当にもう感謝と、うん、そうだね、増田さんに本当にお礼言っといてください、はい、いや、ちょっと本当俺が悪かったんだけど、うん、はい、一応のぶきよさんからね、うん、LINE が来てね、うん、うん、やべ、作業してた、デレにあった、やかましいよ、ごめん、もう終わったって終わりました、いやー、のぶきよさんすいません、ちょっとかけるの遅かったかもしれない、すいませ ん、ね、すいません、増田さんも本当に忙しい中ありがとうございます、増田さんもありがとうございました、ありがとうございましたということで、本日のゲスト、そいつドイツ市川刺身でした、ありがとうございました